はい、こんにちはあ。こんばんはですね。はい、6月16日、夕方6時半過ぎました。えー、梅雨明けましたね。まさかの。今週日曜日に明けるんじゃないかって、なんか聞いてたんですけど、気がついたら早めに明けて、まあ、よかったですね。これから、あの、暑い夏がやってくるって感じで、ちょっとから梅雨気味で、ダムの調子は大丈夫かなと思うんですけど、まあ、まあ、ちょっと台風が来て、雨降ってもらえればいいかなって感じで。 ということで、えー、今日からですね、もう夏スタートですね。はい、もう沖縄は夏スタートです。えー、もう海、これからですね、あの皆さんあ,のあると思うんで、あのバーベキューとか、えー、今年もですね、もう日焼けながら楽しんでいきたいと思います。えーとですね、今日はですね、あのパキスタンの,あの北部にあります、フンザの話をしていきたいと思います。えー、この番組はですね、あのやったぜ 奥さんですね。有限会社奥さんの提供でお送りします。 はいお送りしてます。今日の何リ旅トークです。えっ、ー、とですね、今日、あちょっと今、ツイキャスちょっと調子が悪いみたいです,すみません。もうちょっとしたら良くなると思いますんで、ツイキャスご覧のお客様も少々お待ちください。えー、じゃあ話をしていきたいと思います。とですね、今日ですね、あのペシャワールですね、先週話しました、あの重工場見学とか行ったって話ですね、その後でございます。で、このペシャワールですね、まあ、トータルで大体4日いまして、 でそこからですねミンゴーラって場所に行きましたこのミンゴーラはです、ねあのー、140ルピー280円で5時間で着きますねで直接ですね自分が行きたかったのカラシュバレーってところ行きたかったんですけどたまたまちょっとはこの、あのー、バスがですねちょっと直通バスがもう夜夕方からしか出てないってことだったんでもうちょっともう刻んでいこうってことでまずはその途中にありますあのミンゴーラって街に行きました、えーでまあ、あの車内で またあの外国人があんまりいないんで、なんていうんですかね、現地のパキスタン人と話してまして、お前、どこ行くんだって話で、あとこれからですね、チトラール行って、カラシュバレー行って、ギルギット、そしてフンザーに行くんだって話をしたら、そうですね、この。 現地の人が、ですねチトラールは一応安全だけど、そこからですねカラシュバレー、でギルギット、ですねそこに行く山道がですね危険だから、ちょっとお前ら、行かない方がいいよって言われまして、な、え、ん、ー、で,でかっていうと、ですねちょうどその頃ですねあのこの闇市場、スマトラバザールってところをですね政府がちょっとあの崩したんで、あのタリバン勢力の資金源となっているということで,で、それの報告報,報復ですね。報復 で結構、タリバン兵士が、ちょくちょくバスとかあのジープを襲っているということで、ちょうどその頃あのこのパキスタンの北の方にあに、ビンラディンがあの潜伏しているんじゃないかっていうも流れてて、であったんで、もう現地の人が行くなって言ってたんで、あじゃあ、それはやっぱ聞いた方がいいなと思って、もうじゃあちょっとそこですね、やったんで。 ちょっとチトラールとカラシュバレーはちょっと諦めまして、あのー、そこからです、ね、ギリギリッとに向かっていきましたと、まあ、本当はそこのです、ね、昔のです、ね、民族の方が住んでいるというところであのすごく、あのーまあ、行くまでが大変なんですけどちょっとその民族の方のちょっと生活に触れてみたいなと思ってたんですけどまあこれは命には代えられないんで今回は諦めました、はい、ということですね このギルギットへ向かったんですけれども、この道がまた結構大変で、午後2時にですねビンゴーラついて、すぐですねぺしゃーん行きのバスですね、ワゴンに乗り換えですね、でまあ,あそこなんですけれども、店員、お客さんがですねいっぱいにならないと出ないんですね、なんで、それでもうワゴン車乗ったんですけど、3時間待って。 で,で、まあ、やっとペシャーンっていう町に行きまして、で、またペシャーンでギリギリと行きのバスですね。で、もまた、あのー、このバスがまたいっぱいで乗れ,な乗れず、で、またこの次のバスを乗るってことで、また2時間待ち。もう、まあ、まあ、その時はもうこの町周辺で、あのー、ちょっと、まあ、遊びながらって感じで。 でもまあその場所自体、ですね、あのー、外国人自体があまり来ないんで、あのー、結構いろんな人がたくさん集まってきて、まあ、またすごい楽しかったですね、なんかまたあの、おのど渇いているかおジュース飲むかそういう感じでどんどんです、ね、あの来てくれてもうすごくまたあの現地の人と戯れるという感じしてました、まあ、ちなみにここ、ですね、マトンですね、あの羊のです、ね、ケバブがあってこれが安かったんですね、1本ゴルーピー。 ですね最高ですね。これも6本食べてました。本当はビールだったら最高なんですけど、まああのまあ、パキスタンは結構厳格なイスラム教の国なんで、まあ、ビールは飲めないですね。はい。ちょっとこれだけ残念だったなと思って。で、まぁ、あ、ちょっとバスがですね、やっと夜ですね、夜バス出発しました。で、まぁ、あ、もう、もういいやって、ずっともう移動移動ばっかりで、でももうバスの中で寝るしかないと思ってたんですけど、もう峠道なんで、もですね、このバスも結構この、 エアーサスというか、それがもう、抹茶に壊れているというか、もう頭、天井にもぶつけるぐらい、あの、すごいあ、なんていうんですか、もう揺れまくりですね、もう本当に泣きそうな感じで、もうトータルですね、大体もう23時間移動でしたね、もう前のペシャワール8時ぐらいに出て、もうやっとギリギリと着いたのが、もう次の日の朝7時ですね、もう、 さすすがにですねもう本当はちょっとギルギット行ってちょっとだけ行ってその日に移動しようと思ったんですけどさすがに疲れてたんでトち,ギギちょっと休もうと思って、まあ、一丁1泊して、まあ、そのギルギット自体もあんまり大きい街ではなくてだったんですけどでそこに1泊をしてで次の日に向かうことにしたんですけれどもあのです、ね、このギルギルットですねにいた時なんですけれどもたまたまこのご飯食堂行ってご飯を食べていると。 なん,かな,なんかニュースやってるんですね、ニュースでなんか、なんか自動車爆破テロがあったっていうのがあって、どこだろうって見たら、その自分が前にいたペシャバールなんですね。で、その場所がですね、この旧市街で、何回も行った場所があって、もうここであの会って、まあ、ちょっと数名の方がお亡くなりになって、でまあ、100名近く、まあ、あの怪我をしたっていう話で、結構大きめの。 テロだったみたみいで,で本当にその場所分かっててなんかあの向かいのジュース打ってたスタンドのお兄ちゃん大丈夫かなって思うぐらいそれぐらいもう毎日っていうぐらい一応行ってた場所だったんでちょびっくりしてもしあと2日いたら巻き込まれてる可能性高かったなと思って、まあ、結構ひと事ではないなって思って本当にそうですねちょっとまあその時のパキスタンはあまりいい状況ではなかったというか。 でしたね、まあ、あのこれも運だなと思いました、えー、でその時ですねこの1泊をしましてで次の日にフンザというところに向かいましたでこのフンザって場所なんですけれどもあのパキスタンの北部にありまして結構バックパッカーでもすごく有名なんですねであの、まあ、世界にも、まあ、何箇所かあるんですけれどもあの言われているのが風の,あの風の谷のナウシカですねでナウシカの,あのロケ地というか 舞台になった一つと言われているところですね。まあのナウシカの方はそうですね。あのー、まあ、何個かありまして、あのオーストラリアにありますあのー、あっちですね。カタジュタとかもモデルになったって言われて、まあ、そういう感じでその綺麗な場所、も氷河がありまして目の前、標高もまあ2000メートルぐらいですかねにある小さな町というか村なんですけれども、すごいそこに行くのが結構。 もうそこを目的でパキスタンに行ったって言っても過言じゃないぐらいの場所だったんで、すごく楽しみでしたね。で、このパキスタンのこのフンザの話なんですけれども、ちょっと曲を流した後に行きたいと思います。えっ、ー、と、今日もですね、あの先週に引き続きプラチナジャズをお送りしたいと思います。とこちらの,にあの日本のアニメソングをですね、あのジャズにしてるやつですね。で、今日はまず1曲目ですね、銀河鉄道39をお送りします。どうぞ。 はい流しました、はい、とプラチナ・ジャズさんでですねと銀河鉄道999ですね、かっこいいですね、あのーま、あのアニメの,あのソングもですねいいんですけど、多分五大五さんでした、歌ってた、もういいんですけど、またジャズになるとちょっと大人の雰囲気で、ますますスペース感が出るというか、最近ちょっとハマってるバンドですね、プラチナ・ジャズさんですね、もしよかったら皆さんもと聞いてみてください。 ということで、先ほどの話の続きいきたいと思います。えー、このペシャワールからですね、とバスに乗ってと、フンザに行きました。とですね、フンザがですねと、ま、フンザのカリマバートなんですけど、これはもう本当にギルギリットからも3時間ぐらいのところで、結構近かったですね。で、このですね、もう、さすが、あの、なんていうんですか、と 風の手にナウしかの鳴ったって言われるぐらいあったんですけど、やっぱすごくいいところで、ただ、ですねこのん座にです、ね、出発する前の日に、ちょっとですねあの体が掘っていってって、ちょっと喉もカラカラで、あちょっとなんか風っぽいな、なんか、まあ、ちょっとあ,のあそこ自体、ですねすごいあの土ぼこりというか、結構すごくあって、まあ、それでちょっと喉がやられてて。 ちょっと調子悪いけど、毎、ま、夜、あ、いい行っちゃえと思って、まあ、ちょっと強行突破していったんですけれども、噴射ついた時にですねもう、頭痛と熱が出てて、もう、宿んじでもうすぐもうベッドで倒れ込んで、で、ちょっと、もう本当にしばらく寝てたんですけど、だんだん悪くなって、頭痛がひどくて、一応、その時あのなんていうんですか、体温計持ってたんですけど、見たらもう39度超えて、なんだろう、これみたいな感じでもう、本当になかなか、 こういうい熱は出さないんでちょっとびっくりしてで、まあ、薬もうちょっと飲んでも少し良くなるけどまたすぐまた悪くなるって感じでちょっとしばらくですね本当はのトレッキングもしようかなと思ったんですけれどももうちょっとただ,ただでさえも大変っていうんですかちょっとこの町の診療所行って、まあうん、ただ風邪だろうってことで,で薬を薬屋さんで買ってきてって言われたんですけど薬屋さん行くのがもう ちょっとしたトレッキングみたいな感じで、もうフラフラになりながらもう、もう本当にやばい状態で、もう食べるものも本当にもう、喉あんまり痛くて通らなかったんで、もうオレンジジュースとか、あの、アップルジュース、そういうのを飲んで、栄養をとって、まあでも2日ぐらいすると、だんだん良くなってきたんで、もう、まあ、それからご飯食べれるようになったら、だんだん回復してきて、 っていうのがありました本当はもうトレッキングしたかったんですけどねちょっとこれはできる状況じゃないなと思って目の前に綺麗な氷河があって氷河トレッキングもできたんですけどもうできないですね、もうこの景色というのはですね本当に真っ青のブルーのですね空に雲があってで目の前に山があるんですけどこの山にですねこの氷河があって、まあ、近くまで行けるんですけどで氷河の中歩くのはちょっとクレパスがあったりとかして危険だから必ず。 あのガイド雇っていかないといけないっていうのがあってちょっと触るぐらいではしかはしないんですけどもう本当になんていうんですかね CG みたいな感じでもうに偽物目の前にあるのが偽物じゃないかっていうぐらいすごいもう本当に今までの見た常識を超えるぐらいの感じのすごい絶景の景色でしたまあ今そうですねしばらく行って、まあ、ちょっと体調良くなったんで近くの、まあ、村にちょっと,、まあちょっとね、病気 ですね、体調良くなるような感じであのウォーキングしながら行ったりとかもしたんですけどさすがにちょっと山歩きはちょっともう行かなかったんでまた今度行った時にやろうかなって思いましたでですねその時なんですけれどもちょっとですねまあなんかちょっと一つ出会い出会いというかありましてあのその自分が泊まってたバックパッカーですね、まあ、あのもちろんドミトリー泊まってたんですけどたまたま同室になった60歳過ぎの,あの,なあのおじさんが一人でバックパック背負って来たんですね で大体もう、まあ、バックパックやってる人はだいたいもう20代30代の方が多くてなかなか年配の方が1人でっていうのはなかったんでちょっと興味あって話聞いたらなんかあの大学の時にあの1年休学してあの沢木浩太郎さんの「の深夜特急」という,もうバックパッカーの人のバイブルと言われてるそうですねこれをにもう感化されて大学休んでちょっとあのこのユーラシア大陸横断する っって感じで言ったけども結局時間がなくてインド行ってインドのゴア行ってであのアフガニスタンのカブール行ってでトルコの,あのイスタンブールまで行ったでその時のルートでもうすごくよかってだけ,だけども大学行かないと戻らないといけないからってことで戻って就職して結婚して子供生まれてって感じで,で,そうで,す、ね、で子供がもが自立してで自分も定年迎えて。 これからも第二の人生をやるってことで,でその時にあの時旅したところ行きたかったまたもう一回行こうってことでで旅してるんだって言ってで本当は奥さんと来る予定だったけど奥さんは絶対嫌だって言われたらしいんでまあ、まあだからもう1人で旅してるんだよっていう話を聞いてあなんかですねすごくです、ね、かっこいいなと思ってなんかあの自分の中ではなんかこ、まあ、結婚して子供できたらもう一生できないから今のうちやろうっていう感じでやったんですけど、まあ、それはもうやる気の次第で。まあ 結局結婚して子供できてもあの、まあ、子供が自立していったら、まあ、できるんですねやろうという気があればまあその時はまあちょっとねもうバスでも十何時間もバスに揺られてとかそういうきついのはできないんですけどまあちょっとねあのまあ飛行機を使ったりとか、まあ、ちょっと体力がなくなる分そういう旅もできるんだなと思ってあなんかすごいいいなんか勇気をもらえて本当に なんか自分もこういうふうにやろうと思ってなんかすごいいい勇気をもらえたっていう出会いがありましたね。もうそのちょっと名前忘れたんですけれども、まあ、元気でやってるのかなって感じで思いましたでもそうです、ね、それぐらいなんかすごくいいところでフんザですねもう最高だったんですけど本当に体調だけですね本当にもう,もうやばくてで自分の中でも何ていうんですかねもう暗示をかけて あのこのフンザのですねちょっと北に行くと中国に入るんですね、この後中国に入るということで、ででそれまでですねあのずっと、まあネまあ、あの中国のチベット越えてから、あっちですね、あのネパール入って東、インド、バングラディシュで、まあ、またインド入戻って、パキスタンと、まあ、あのヒンドゥー教とイスラム教のところ回ってたんで、もう全く豚肉を食べてなかったんですね。 もうなんていうんてですか沖縄の人っていうのはもう本当にね泣き声以外食べるっていうぐらいもう豚肉はもう短すぎるっていうか本当に身近な食材でもうトータルで半年ぐらい豚肉食べてなかったんで何か分からないけど中国入って豚肉食べたらよくなるんじゃないかっていう,うな勝手に暗示をかけてもう,もうちょっとゆっくりしたかったけどもういいよ中国行こう。 中国で豚肉食べたら治るっていう感じで、もうそうですね、噴座は、まあ、トータル1週間でちょっと抜けました。ということで、あのー、また中国行くときもですね、またちょっとまた面白い話がありまして、あのー、世界一危険な、あ危険じゃないですね、世界でもトップ3に入るぐらい、あのー、厳しい、チェックが厳しい、あのー、ボーダー、国境があるんですけれども、中国側ですね。 そこをちょっとまた抜けないといけないってことがあって、またちょっとこの話はですね、またちょっと来週していきたいと思います。えー、すいません。ちょっと話が、まあ、右に行ったり左に行ったりな感じで。で、これで一応今日で、あの、パキスタンのですね、話をですね、終わりたいと思います。えー、っとですね、この話ですね、はい、おなんかツイキャスで、まんじゅう、まんじゅうから来てますね。えー、すいません。ごめんなさい。今、浜松の友達から来てました。えー、っということで、えっと、この番組の提供ですね、 さん有限会社、沖さんの提供でお送りしました。えー、どうもありがとうございます。すみません、ちょっとパタパタしてしまって。とですね、まあ、これからですね、来週からはあの、また中国のカシュガル地方の話をしていきたいと思いますので、また来週も聞いてください。えー、で、最後ですね、最後は、ふんざですね、ナウシカつながりということで、先ほどのです,のですね、あのー、プラチナジャズさんで、風の谷のナウシカ。 お送りします。最後までお聴きください。また来週、お待ちしてます。また聞いてね。バイバーイ。夏さんもありがとうございます。まんありがとう。